学校法人大阪学院大学は、大阪府大阪市北区に本部を置く、学校法人、大阪学院大学などの設置者、全8学部からなる、総合大学である大阪学院大学をはじめ、大学院から短期大学、高等学校、専門学校までを備えた、総合学園として60年を超える歴史を有する、教育と学術の研究を通じ、 広く一般社会に貢献し、かつ人類の福祉と平和に寄与する視野の広い実践的な人材の育成。大阪学院大学の創立は1940年初代総長の白井種子が大阪天満宮の鳥居を望む街並みの一見に企業会計人の育成という当時としては、画期的な目標のも創設された経理専門学校として、 大阪で最も古い歴史を有する関西、経理専門学校の前身、関西防疫研究所に始まる。こうした経緯からも、大阪学院大学は、ビジネス社会を担う実践的な人材育成を重視した教育を実施している。ショート、大阪の郊外にキャンパスを構え、語学教育、情報教育など、実践的な教育に力を入れ、近年では、放課大学院の設置など、 時代の要請に対応すべく変革を遂げている。近年では、かつてのような富裕層家庭の学生が特に多いという状況で亡くなり、た大学同様、ごく普通の学生で占められているが、これまでの伝統で培われた文化的、コンサーバティブでおおらかな学風は根強く残っており、得意な雰囲気を持っている。大阪学院大学は現在、小学部、経営学部、経済学部、 法学部、外国語学部、国際学部、情報学部、の7学部、8学科と通信教育部、大学院小学研究科、経済学研究科、法学研究科、国際学研究科、コンピュータサイエンス研究科、法務研究科からなり、それぞれの学部、研究科がその歴史と伝統に応じた研究と、教育に携わっている。詳細は、大阪学院大学を参照のこと。 大阪学院大学、大阪学院短期大学にて詳しく解説がなされている。普通科高校としては珍しく実践的な学習を可能とした特色ある5つのコースが用意されている。クラブ活動としてはサッカーなどが競合として知られる。詳細は大阪学院大学高等学校を参照のこと。この3つの専修学校を総称して AST カレッジと呼ぶ。 関西経理専門学校では即戦力として活躍できるビジネスパーソン育成を目標とし経理、経営、情報の3分野の学科と研究科や幹部を設置する関西健康専門学校はアロマテラピストとパティシエの育成を主な目的とする2008年4月に公明を関西健康、生化専門学校に変更する予定関西医科専門学校は 理学療法士の育成を目的とする。各校の詳細は、関西経理専門学校、関西健康専門学校、関西医科専門学校を参照のこと。大阪学院大学本館大学短期、大学高等学校専門学校ハワイ邸宅は、理事長への給与大阪学院大学、厳選徴収漏れ共同通信2012年12月12日。ありがとうございます。